おもちゃショーに行くぞー！ゴー！ごきげんよう、都築つくるのつくツアー。本日は東京ビッグサイトに来ています。この間は工業炉のイベントでしたが、今回は東京おもちゃショー2022です。国内最大のおもちゃイベントですが、2020年、2021年はコロナで中止。今回は3年ぶりの開催です。以前は一般公開日もありましたが、コロナの影響で現在は商談のみしか入れないみたいです。なので今回我々はプレス、報道として登録をして取材を行ってきました。版権とかの関係で映せない展示もありますが、ご了承ください。それじゃあ行ってきます。中央ホールでは今年の日本おもちゃ大賞受賞製品の展示が行われています。まずは受賞製品から見ていきましょう。こちらはイノベーティブ優秀賞の展示です。お、トリミングペットサロン。実際にハサミを入れてトリミングの体験ができるおもちゃだって。すごい。これ切っちゃっていいのかな。そしてこちらはアクショントイ部門の展示です。ユニトロボーンのユニトロボシリーズ？リンゴとロブスターの組み合わせで変身。面白い組み合わせだけど、変身するとかっこいいな。そしてそしてこちらはキャラクタートイ部門の展示です。うおー！デラックスどもに対人だ！かっこいい！こちらは戦隊ロボ史上最大の36センチという巨大ロボです。関節の可動性が高く造形にも凝っており、アクション遊びとしても高い再現性が評価されています。こちらはエデュケーショナルトイ部門の展示です。声も？家族の声を AI で学ばせて再生できるんだって。こんなのひまりちゃんとやったな。今おもちゃでもこんなのあるんだ。子供に読み聞かせとかするときにいいんだね。こちらはコミュニケーショントイ部門の展示です。 3D 立体オセロ？おお、なんだこれ。ルールは普通のオセロだけど立体になってるから思わぬ視覚からの攻撃が来ることも。へえ、面白い。おなじみのおもちゃでもこんな風に進化してるんだね。すごい。こちらは石川玩具さんの BB ブラスター。なんだこれ。あ、気になって見てたら説明してくれました。ありがとうございます。ほうほう、そうやって。おお、すごい。これは赤外線で打ち合うゲームだね。うんうん、ひまりちゃんとユニちゃんとやりたいな。それでは次は本会場へ行きましょう。わー、たくさんの展示で賑わってます。まずはおもちゃ業界の大物ブースを回っていきましょう。こちらはバンダイさんのブースです。うわー、すっげー。入り口からいきなりウルトラマンがいっぱいある。うわ、でっかー。これ全部ウルトラマンでできてんのか。すっげーなー。こっちにはたまごっちもあるじゃん。学校に持ってって怒られたな。懐かしい。今回のバンダイさんはおもちゃの歴史という視点での展示でした。お、ドンブラザーズだ。戦隊系のおもちゃがいっぱいあるぞ。これはドンドラゴくんに変身できるやつ。かっこいい。これまだ予約してるからね。まだ持ってないんだけど、あー、早く欲しいな。なるほど、これで竜にも虎にも変身できるのか。うわ、かっこいい。こちらは仮面ライダーのエリアです。うおー、歴代のベルトがいっぱいある。かっこいい。今回仮面ライダーはシリーズとして受賞したんだよね。いいなー。お、懐かしい妖怪ウォッチだ。私ずっと前すごいハマってたんだよね。もう妖怪ウォッチも10年になるんだ。いやー、当時ね、なかなか手に入らなくてね、妖怪メダルが。
うんうん。お、ゼロ式の妖怪ウォッチ復刻するの？私これが一番好きだったんだよね。慶三が作った妖怪ウォッチ、これが一番かっこいいんだよな、レトロで。欲しいな。さて、バンダイのブースを出たら、こちらはメガハウスさんです。先ほど立体オセロを受賞していたメガハウスさんですね。ん？マイイルミ。お、面白そう。かわいいな。これドット絵作ったりとか、電光掲示板みたいな感じで遊べそうだね。へえ、いいじゃんいいじゃん。新しいオセロの立体オセロとバリアフリーデザインのオセロもある。デザインもかっこよくてみんなも遊べる。いいね。さて、メガハウスさんを出たらハピネットブースへ到着しました。お、恐竜が煙を吐いて動いているところを見せてくれました。うわあ、すっげえ迫力だ。すごいな。この水蒸気のメカ、なんか利用して作りたいな。さて、今度はタカラトミーのブースへ入場します。すごい列だったけど、プレストしてスッと入れたので、とってもハッピーです。あ、ボトルマンだ。これ話題になってたやつだよね。打ち出すものがビー玉じゃなくてペットボトルのキャップだし、安全そうでいいね。へえ、CC レモンとのコラボか。やっぱり専用のキャップは性能がいいのかな。あ、見て見て、チョロQだ。でっかい。大きいけど可愛いね。これでドライブしてみたいな。走り方をプログラムできるんだ。すっごいな。昔はまっすぐグーッと行くだけだったけど、こんな風になるんだ。すごい。ん？こっちはなんだろう。走らないチョロQ。あ、走らないけどタイヤを曲げたらこうやってポージングできるんだ。写真撮ったりするのにいいかもね。かわいい。あ、ベイブレードだ。懐かしい。よく弟と遊んだな。あ、キティちゃんのベイブレードなんてあるのか。キティ先輩、相変わらず仕事選ばないな。かっけえな。お、今話題のバズライトイヤーですね。今年の映画見に行きたいな。過去作に出てくるシドっているけど、あの悪ガキ許せないけどな。改装したくなる気持ちはわかるんだよな。次はセガブースです。お、マスク。あー、こういうご時世だもんね。マスクをデコレーションして子供が喜んでつけてくれるっていうおもちゃか。いいね。お、アーケード風ゲーム機だ。かっこいい。これでゲームできるんだ。ちっちゃいけどいい値段するんだな。うわ、なんだこれ。キャラクターの顔のバッグかと思いきや、これ顔動くじゃん。まばたきとか喋るの。すごい。こんなのあるんだな。ちょっと怖いな。お、面白そうなものがあるぞ。よし、ドリームブロッサムブースに入場してみます。科学、宇宙、世界について VR と AR で学べるキットだって。こんなのあるんだ。小学校の頃からこんなのあったら最高だったな。絶対理系好きになっちゃうよね。楽しく学べるんだね。いいな。やっぱね、本で読むだけより実際に実験もできるっていうのがね、いいね。さてさて、お次はエポックブースに到着です。あ、シルバニアファミリー、懐かしいな。よく友達と一緒に遊んだな、幼稚園の時とか。まあ、シルバニアもジオラマとして考えると結構硬派かもしれないね。かわいい。でかっ。こんなでかいシルバニアの人形初めて見た。かわいい。お次はマテルブースに到着です。あ、マイクラのおもちゃもある。やっぱりブロックの世界だからグッズもドットでかわいいね。お、ヒーマンもいるじゃないか。
やっぱりマテル社といえばヒーマンだよな。うん、かっこいい。こちらは川出ブースさんです。ダイヤブロック、へえ、お米でできてるんだこのブロック。ほんほん、角が丸かったりボックスが片付けやすくなってたり、へえ、そういう工夫もされてるんだね。お、すげえ、でっけえ。これ作るの時間かかっただろうな。かっこいいね。でもわ、お城もあるよ。お家で遊べる脱出ゲームや大きい虎のぬいぐるみを見ながら移動していると何か聞こえてきました。あ、こいつ、ロの展示会でもいたしロボットショーでも見たことあるぞ。マツケンサンバ、選曲が渋いですね。かわいいな、ずっと見てるとかわいくなってくるね。こちらはプラッツさんです。盆栽のプラモデル、こんなのあるんだ。あ、本当にプラモデルだ。あ、葉っぱの毛も表現がすごいな、わびさびだな。そしてこちらはタカラトミーアーツさんのブースです。回転寿司のおもちゃです。お、すごい、糊を巻いている。ネタも置いてくれるんだ。そしてそして、おお、配膳までしてくれる、すごい。コロナとかの関係でなかなか回転寿司にね、気軽に行けなくなってしまったから、家族でコミュニケーションを取りながらこういうおもちゃでね、ご飯を食べるということなのかな。素晴らしい。さて、そろそろ退場の時間。楽しかったおもちゃショー、楽しい時はあっという間です。大好きな特撮のおもちゃや誰でも遊びやすいユニバーサルデザインのおもちゃ、そして昔からあるおもちゃが進化していて、とっても見応えがありました。やっぱりドン鬼退陣はまだゲットできてないんだけど、絶対買おうと思いましたね。かっこよかったな。今回は3年ぶりの開催だったので、一般入場はまだ規制されていたので残念に思った人もいるんじゃないでしょうか。網羅はできなかったけど、今回のおもちゃショーつくツアーを楽しんでいただけたなら嬉しいです。チャンネル登録ボタンを押して、つくるちゃんをゾンビの群れから助けよう。助けて女子くん、チャンネル登録ボタンを押してシャッターを閉めて。噛まれちゃう、あー、噛まれちゃう、助かった。